里村,里村名子、里村名子、里村名子、1979年11月17日体は、日本の女子プロレスラー。仙台ガールズプロレスリング株式会社、代表取締役兼プロレスラー。身長157センチメートル、体重65キログラム、血液型大型。新潟県新潟市西区、旧黒崎町出身。柔道出身で、 中学時代には自ら柔道部を設立し、中学3年で県大会優勝等の成果を残すが、中学時代に姉に連れられ新日本プロレスを観戦し、初めてプロレスの存在を知る。当時は女子プロレスの存在を知らなかったので、私が世界で最初に女子プロレスを作ってやろうと思っていたが、姉から女子プロレスがあることを聞いて知った。 レンタルビデオで1993年4月2日の横浜アリーナ大会の試合を見たが、豊田学美や井上京子の試合にまず驚かされ、こんなにかっこいい女性が世の中にいたんだという衝撃を受けた。そして最後の神取忍と北斗賞の試合を見て自分がやるのは女子プロレスしかないと思った。中学卒業を待たずに2学期頃に学業を放棄してプロレスの門を叩く。 その後は録画した、ワールドプロレスリングの中継でスクワットをやっている、映像を何度も巻き戻しながら見て、それを真似する、ミスター、高橋の著書、プロレスラーになる方法を読むなど、独自のトレーニングや研究に明け暮れ、1994年、ガエアジャパンの旗揚げを知り、人数が少ないから、すぐトップになれるの名言と共にオーディションを受け、参加者中、トップの成績で合格する。 面接では、長い落ち草から、体は細いし、背も小さいし、しかもまだ中学生。落ちたらどうするのと、心配されたが、私は何回でも受けに来ます。中学を卒業するまでは、自宅で毎日練習しますと答え、これが合格の決め手となった。外野へ入門した理由として、厳しい年功序列がないことを、後年挙げている。 もっとも、全女のトップレスラーがガヤのリングに上がるようになってからは、年功序列が介入するようになった。合格後は、長与ち草のカス、厳しいトレーニングに明け暮れ、翌年の1995年4月15日、後楽園ホールでの加藤その子戦にてデビュー。十五歳の史上最年少レスラーとして、他のデビューした新人選手たちと共に、新人らしからぬ、 試合内容に、脅威の新人と呼ばれる。デビュー後、女子プロレス団体の共催企画である、ジュニアオールスター戦のメインイベントに出場するという大抜擢を受け、先輩レスラーたちに臆することなく向かっていき、負けはしたが MVP を受賞するなど高い評価を得た。しかし当時、もっと上に行くと考えていたことから新人という枠の中で評価されたことを心よく思わず、 専門誌などに関連記事が大きく取り上げられても嬉しくなかったという。その後、1998年4月、長与から後継者指名を受け、ガエアのエース候補として注目される。その後、デビル・マサミと激しい抗争を繰り広げ、完璧な三カウントフォールをダッシュ。さらにダイナマイト、関西、小崎・真由美を連覇。その後の肌上げ6周年大会で、 北斗省との激しい喧嘩マッチを制し、さらにアジャコングとのタイトルマッチに勝利し、生え抜き選手としては、初のエウシングル選手権を獲得する。その後も順調な活躍を見せるものの、2005年に、腰椎捻座と椎間板ヘルニアを同時発症。選手生活初の8ヶ月間にわたり、長期欠場というアクシデントに見舞われるが、怪我を克服し、リングに復帰する。 その翌年、ガヤ、ジャパンが解散となり、荒崎人生が里村に声をかけ、仙台拠点に仙台ガールズプロレスリングを旗上げ、里村自らエースとして活動するのみにとどまらず、コーチとして新人選手の育成等に手腕を振るっている。2011年8月付けで、荒崎人生から里村が独立。里村体制に変わる。2007年10月5日、 ヒューガーズミが繰り出した顔面へのランニングに入れ、右眼過程骨折の重傷を負い、長期欠場。手術を計3回行った。欠場中はリハビリと選手育成に専念。これと並行して2008年2009年と選場選手と同世代の他団体若手選手にも目を向けるべく、ジャジャウマトーナメントを企画し、成功を収めた。 特に復帰後の2009年の開催に際しては、里村本人は4月19日を除いて、自分の試合を相手組まず、すべてを若手選手に一任していた。2008年10月26日、ゼップ仙台大会にて、VS アジャコング戦で復帰。2009年4月30日、加藤園子、長島近代自主工業、ESE キャン1デートーナメントで優勝し、 メキシコトリプル a テレビマッチ出場権を獲得したが、6月に、追感版ヘルニアを再発し、手術のために、再び長期欠場を余儀なくされた。12月20日、VS、ヒューガーズミ戦で復帰。2010年、戦場主催第2回戦場トーナメントで優勝。9月23日、アイスリボン後楽園大会メイン、桜エミトンの初シングル戦に勝利。 2011年、ムックボン、かっこいい体に11キロの減量で絞り上げた、肉体や、シックスパックを披露。2011年8月1日、当時の社長、荒崎人生社長より、団体ごと独立。2012年3月20日、スターダム後楽園大会で、高橋七恵が持つワールドオブスターダム王座に挑戦。女子プロレス頂上対決と歌われた一戦だったが、 ワンセコンド EX で破れる。2013年4月29日、スターダム両国国技館大会にてあやは、匠デビュー戦の相手として対戦、長い世に憧れ、プロレス入りしたあやはの逆指名。同年女子プロレス大賞を受賞。2014年8月、北朝鮮にてアントニオ猪木主催のプロレスフェスティバルに女子プロレスの試合で里村が指名される。 唯一、女子プロレスの試合が一試合組まれた。2015年7月、日本郵便により、里村名子の切手が発売される。日本人では、初のプロレスラー切手の発売となる。2015年5月、女子プロレスラーで、初、NPCJ のボディコンテストに出場。2014年6月、小橋健太会主祭の、ホーチェンドリム1に、 女子プロレスの試合で里村が抜擢される。その後、定期的に参戦している。2015年11月両国国技館で行われた天竜玄一郎の引退試合に女子プロレスの試合で1試合だけ里村をはじめ選女が選ばれる。2015年12月、仙台市の勝山館にて里村のデビュー20周年パーティーが開催され。 サンドウィッチマンもお祝いに駆けつけ東北放送のサタデーウォッチンで生中継された。2016年12月メルパルク仙台にて仙台ガールズプロレスリング10周年記念パーティーが開催された。アメリカ団体チカラプロ参戦6人タッグトーナメントキングオブトリオスにて初優勝。試合内容が大絶賛される。 2017年11月17日、自身の誕生日に、初のエッセイ本、かっこいいの鍛え方、が、インプレスより出版される。2018年3月30日、イギリス団体、ファイトクラブプロ、に、初参戦。女子で、初めて男子団体のベルトをダッシュ。8月、WWE 女子、トーナメント名、ヤングクラシックに抜擢、参戦。 全試合、高評価を得る。試合のたびに最高執行役員のトリプル H から称賛される。10月24日放送の準決勝でトニーストームに敗退。10月ドイツ団体 WXW に初参戦。女子トーナメントで優勝。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。